五条を救い出すのはあの男なのかもしれません。どうも皆さん、チャオウモカです。ということで今回は五条を救い出すのはやはりミゲルなのではないのかということについて話をしていきたいなと思います。まあ、この獄門鏡裏を開けるためのもう一つの方法というところに関して日曜日ね動画を出していたところではあるんですが、その動画の中でミゲルが持っている縄ですよね。このミゲルの縄っていうのを使えば獄門鏡から五条を救い出すことができるのではないのかっていうような話をしていたんですが、このミゲルの縄について実は救済中のジャンプの中ですでに情報が出ていたんですよね。それこそ日曜日の動画で言っていた通り、ミゲルの縄っていうのが黒杖と同じものになってくるんじゃないかっていうところなんですよ。これが完全に2週間前のジャンプの中の死滅回遊の勧めっていうところに出ていたんですよね。っていうところで今回はこのミゲルが五条を救い出すのではないのかっていうところについてお話をしていきたいなと思うんですが、まあ今回は五条を救うのはミゲルということでね、今回のポイントとしては一つ目、黒杖ということでね、これに関してはね、五条によって全て消失したっていう風に言われてるんですが、二つ目、ミゲルの縄ということでね、縄っていうところだったりとか黒色っていうところでね、結構情報が似ているこの黒杖とミゲルの縄ですよ。そして三つ目、ミゲルが五条を救うということでね、この三つに分けて話をしていきたいなと思うんですが、まずは一つ目、黒杖ということで、まあこの黒杖に関してはあらゆる術式効果を生み出して相殺していくっていうような効果があるんですよね。っていうところでこの黒杖を使えば獄門鏡裏を解錠することができていたっていうことが天元さんとの会話の中でもあったし、死滅回遊の勧めの中でも書かれていたところなんですよね。ただこの黒杖に関しては1年前に五条によって消失させられているっていうところでね、五条を救い出すための鍵である黒杖っていうのが五条本人によって破壊されてしまっているっていうね、なんとも言えないね、自業自得みたいな感じになってしまうところではあるんですけど、まあこの黒杖っていうところに関しては乙骨とミゲルっていうのがね探しに行っていたんですよ。そのために乙骨はもともと海外に行っていたっていうところで、アフリカに行って黒杖が残ってないかっていうのを見に行ったんですが、まあ何も残ってなかったと、黒杖っていうのが残ってなかったっていうところで、まあ残り物を探しに行ったっていうのを考えたら、黒杖っていうのは一つしかないものじゃなかったんですよね。何本もあって1年前に五条が全部破壊したっていう風に言われていて、乙骨が一応探しに行ったけどなかったっていう風になってるんですよね。そして二つ目、このミゲルの縄ということで、ミゲルの縄に関してはミゲルの祖国の術師っていうのが何十年もかけて一本を作る超貴重な呪具になってくるんですよね。そしてこれに関しては公式ファンブックの中で書かれてるんですが、特級呪具に匹敵する呪具になってくるんですよっていうところで、それだけ効果も強いし貴重っていうところもつながってきますよね。そしてこのミゲルの縄に関しては術式を生み出す効果があるということでね、まあこのミゲルの縄っていうのはゼロ巻の中で五条との戦いで使っているところではあったんですけど、五条の術式すらも乱していたんですよっていうところで、このミゲルの縄の効果っていうのも確かなものなんですよね。っていうのを考えてみると、このミゲルの縄っていうのは黒杖同等の効果っていうのを持ってるわけですよね。術式を乱していくっていうところで、まさしく黒杖なんですよ。でミゲルが持ってる縄の色に関しても黒色で、この黒杖っていうところに関しては天元様との会話の中ではその黒杖の絵は書かれてなかったんですよね。でも死滅回遊の勧めの中で黒杖について書かれていたところのコマにミゲルの絵が書かれてたんですよね。ミゲルがこのミゲルの縄を持っているコマっていうのが描かれていたんですよ。っていうのを考えると、このミゲルの縄っていうのは実は黒杖になってくるんじゃないかっていうところに繋がってくるんですよね。そう考えてみると、日曜日に出した動画と思いっきり繋がってくるんですよね。ジャンプに載っていた死滅回遊の勧めですよね。その中に黒杖の場所にミゲルと縄が描かれていた。これってつまりミゲルの縄が黒杖である確証になってくるわけですよね。っていうところで、このミゲルの縄と黒杖は一緒なんじゃないかってところに繋がってくるんですよね。そして気になるのが、黒杖は1年前に消失しているっていうところなんですよね。まあこれに関しては五条によって消失したっていうところではあるんですけど、1年前っていうのを考えてみると、これ百鬼夜行の時なんじゃないのっていうところに繋がってくるんですよね。そう考えてみると、消失させた黒杖っていうのはミゲルの縄なんじゃないのかっていうところに繋がってきてしまうわけですよね。っていうのを考えると、1年前にミゲルの縄も五条が消し去ったんじゃないのかっていうふうに思うかもしれないんですが、これ実はミゲルっていうのはまだ
この縄を持ってるんですよね。それがなぜなのかっていうと、天元様の元でみんなで話していた時に、乙骨がアフリカに探しに行ったけどなかったっていうことを言っていたところで、回想シーンが一コマだけ描かれていたんですよ。乙骨とミゲルっていうのが一緒に探していったところのコマっていうのが描かれていた。そしてそのミゲルの腰に黒い縄っていうのがついてたんですよね。ゼロ巻の中でもミゲルっていうのはもともとこの縄を腰に巻いていたんですよ。でその回想シーンの中で描かれていたミゲルの縄っていうのは結構短めにはなっていたんですよね。まあそもそもこのミゲルの縄っていうのは使えば使うほど短くなってしまうっていうところで、百鬼夜行の中での五条との戦いで使ったことによってある程度短くなってしまったっていうのを考えると、まあ短い状態やけどまだミゲルは腰に巻いている、つまりミゲルはまだ国情を自分のものとして持っているっていうところに繋がってくると思うんですよね。そして3つ目、このミゲルが五条を救うっていうところに関して、ミゲルの縄がもし本当に国情だった場合ですよね。これってつまりミゲルがいてくれれば獄門橋裏を開けることができてしまうっていうところに繋がってくるわけですよ。でもこのミゲルに関しては今何をしているのかっていうのは全く分かってないんですよね。海外に乙骨と共に行っていたっていうのはあるんですけど、日本に帰ってきて乙骨が出てきた時にミゲルは一緒にいなかったんですよ。っていうのを考えると、まだ海外にいるっていう可能性もあるし、日本で何かをしているっていうどちらのパターンでもあり得るんですよね。まあもしかするとつくもと一緒に行動しているラルーの元にね行ったっていう可能性もある感じはしますし、ミゲルに関してはそもそもゲトウが海外でスカウトした呪術師になってくるので、まあもしかするとミゲルは海外に残っているみたいなね、五条に乙骨を押し付けられたっていうところがあるので、ミゲルに関してはねなるべく五条とは会いたくないわけですよ。五条が海外に行って乙骨に会いに行った時に関してもミゲルは五条に会いたくないからその場に行かなかったんですよね。っていうのを考えると、日本に帰ったらまた五条がいるっていうところで帰ってこなかったっていう可能性も十分あり得ると思うんですよね。まあもちろん五条が封印されているってことを知っているか知っていないかっていうところで変わってくる感じはしますけど、封印されたってことを知らないからこそまだ帰りたくないっていうふうに考えてるって可能性も十分あると思うんですよね。ただこのミゲルに関してはどこにいても乙骨とは連絡が可能なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やはり海外で五条と会っていた時は乙骨とミゲルは一緒には行動してなかったんですよね。でもその後に乙骨は再びミゲルと合流しているはずなので、何らかの連絡手段っていうのはあるはずなんですよね。電話番号を持っているだったりとか連絡先を知っているっていうのは必須の条件だったと思うんですよ。っていうところで乙骨に関してはミゲルに連絡することは可能なんじゃないのかっていう風になってくるんですよ。っていうところとかも考えてみると、このミゲルっていうのが五条を救出していくっていうところはやはり結構濃厚なルートになってきてるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。ミゲルの縄っていうのが国情、そしてこの国情っていうのが獄門橋を開ける鍵になってくるとすれば、五条を救い出してくれるのがこのミゲルですよね。百鬼夜行の中で五条ともうバチバチ戦っていた人物なわけですよ。現代最強の術師である五条と戦ったにもかかわらず生き残っているわけなんですよね。っていうところでゼロ巻の最後に関してもね、言うまでもなく百鬼夜行の MVP はミゲルですってことが言われてるので、そんだけ力もある、そしてそんだけ拮抗していた五条とミゲルですよ。この五条っていうのをその戦っていたミゲルっていうのが救い出すっていうのも展開的にもね感慨深い感じがしていい感じはしますよね。ピンチの時は助けるいいライバルみたいなね、なんかそんな感じに思える感じもしますけど、まあただ五条が本気出せばねミゲルはさすがに勝てない感じもしますけど、ミゲルの縄があるからこそ五条の無限っていうのを乱すことができるし、もしかするとあの縄を持っていたらね無料空所すらも乱すことができるっていう可能性もあるので、まあこの縄がある限りはミゲルは五条と対等に戦えていたっていう可能性もあるので、まあその力の差っていうのもちょっと気になるところではあるんですが、最後にもう一つ、これに関しては前回の動画でも話しているところではあるんですが、死滅回遊平定に必要な3点っていうところでね、これに関しても死滅回遊の勧めで3つまとめられていたところではあるんですが、1つ目は回避ルールを追加するっていうところ、そして2つ目が天元様が取り込まれないように護衛していくっていうところ、そして3つ目が五条悟の解放って書かれてたんですよ。この3つ目に五条悟の解放っていうのが書かれている、そしてこれっていうのは死滅回遊平定に必要な3点なんですよ。必要っていうことはこれどれか1つ欠けてしまったら死滅回遊を平定していくことができないんですよね。そう考えてみると、この死滅回遊の中で五条悟っていう人物が完全に解放されていく必要があるわけですよ。そうじゃないと死滅回遊を平定することができないっていうことが言われてしまってるんですよね。必要なわけなので、五条に代わる人物が出てくるとかなれば話は変わってくる可能性はありますけど、今のところね五条に匹敵するような現代最強の術師っていうのはやはりいないと思うんですよね。乙骨に関しても限りなくそれに近づいてる感じはしますけど、
ど、乙骨に関しては底知れぬ呪力とは言っても呪力切れがあるっていうところで力の限界があるんですよね。でも五条に関しては呪力消費を限りなくゼロにできるっていうところで呪力切れっていうのが五条にはないんですよね。っていうところで五条は限界がないんですよ。っていうところでそんだけ五条に匹敵する人物が現れるのかって考えるとそうそうありえない感じがするので、やはり五条の解放っていうのが必要になってくる。そう考えてみるとこのミゲルが五条を救い出すのは死滅回遊になってくるんじゃないのかってところに繋がってくるんですよね。つまり死滅回遊にこのミゲルっていうのが登場するんじゃないかってところにも繋がってきたりもするんですよね。そして前回の動画で乙骨っていうのがクルスハナに接触するために今後動いていくんじゃないのかって話をしていたんですけど、クルスハナに関してもね五条救出の鍵となる人物なんですよね。っていうところでこの乙骨がクルスハナに接触していく。でもしクルスハナっていうのが協力的じゃなかった場合ですよね、その場合ってまた別の方法を探さないといけないわけですよ。五条を助けるためにクルスハナの術式を使おうと思っていた。でもこのクルスハナが協力してくれないとなれば他の方法をなんとか見つけて五条の救出っていうのをなんとかしていかないと死滅回遊を平定することができないんですよね。でもこの乙骨が五条救出のために動くことによってクルスハナが協力してくれなかった、じゃあどうしようってなった時にミゲルが持っているあの縄ですよね。北条を探しに行った時にミゲルっていうのは自分の縄を持っていた。であのミゲルの縄っていうのが北条なんじゃないのかってところに乙骨が気づけばミゲルに連絡することができるわけですよね。っていうのを考えるとクルスハナの術式によって五条を救い出すことができなかった。そこで乙骨がミゲルを呼び出してミゲルになんとか頼む、このままだと日本がやばいからその縄を使ってなんとか五条を救い出してくれへんっていうのをミゲルに頼み込んで、まあミゲルもね五条のことはあんまり好きじゃないけど日本っていう国ですよね、五条を救い出すことでね日本を救うことができるんやったらまあしゃあないかっていうところで、まあミゲルもね協力してくれるっていう可能性は十分あり得るので、そう考えると乙骨がミゲルを呼び出す、そしてミゲルが自分の縄を使って獄門橋裏を開けてくれるみたいな、そういう展開があってもおかしくはないんじゃないかなというふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は五条を救出するのはやはりミゲルなのではないのかということについてお話をしました。ぜひねこれについて何か思うところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。